ついに iPhone11 発売開始。はい、ダクヒトです。ということで表参道にやっておりました。いよいよ iPhone11 Pro と iPhone11 発売ということで、表参道の予約取れてるのに来ました。あ、もう結構並んでますね。結構並んでますね。もうすでにすげー並んでる。おお、結構並んでるぞ。200人ぐらいじゃない。結構並んでます。7時ぐらいに着いたらもうすでに15人ぐらい前に並んでる感じです。あと1時間ぐらいですね。ちょっと待ちます。皆さん、おはようございます。おはようございます。今からオープンします。本当にね、朝早くからもしくは昨晩からありがとうございます。ありがとうございます。今日表参道は新製品だけじゃなくて、表参道のストアも新しく生まれ変わったので、ぜひそれをね見ていってください。ビデオウォールも本当に素晴らしいので、購入した後にね見ていただければと思います。じゃあカウントダウンをしますんで、よければ一緒にお願いします。はじめさん、10からいきますね。これはーい、なってます。はい、こちら11 Pro Max の方ですね。はい、60です。はい、大丈夫です。はい、ところでゲットしたので買います。結構並んでます、すいません。はい、それじゃあお家帰って早速レビューします。はい、ということでアップル表参道から今帰ってまいりました。こちらが受け取ってきた iPhone11 のプロダクトレッド 64GB モデルになります。ですので早速ですね、画角の方を変えてこちら開封していこうと思います。 Tラボチャンネル。はい、それではですね、早速こちら iPhone11 プロダクトレッド 64GB モデル開けていこうと思います。まあ、今回の iPhone、 こちらがねスタンダードモデルということなんで、こっちが僕は売れるんじゃないかなと個人的には思っているんですけれども、はい、それでは早速開封して中身お見せしていきます。こうよし、やっぱこの開封が楽しいわけですよ。はい、それでは開けていきます。オープン、よいしょ、ドン。おー、全面にバーンと出てきた。プロダクトレッド、やっぱガラスでかっこいいね。僕プロダクトレッド大好きなんですよね。はい、ちょっと本体を置いときまして、中どんな感じか、まあ、いつも通りのデザインバイアップルインカリフォルニア来ましたね。で、中身でプロダクトレッドなんで、プロダクトレッドのね、これエイズマラリアだったかな、エイズか、そうですね、エイズ結核マラリア基金への寄付っていうのでこれが入ってますね。で、こっからはいつも通りの多分こんにちは系のが入っているという感じでございます。で、中身は、これは従来通りのですね、 iPhone 用の 5W の小さいソケットが入っております。そしてイヤホンとライトニングと USB-C のケーブルが入っているという感じかな。はい、中身はまあいつも通りという感じですね。今までの iPhone ってそういえばみんなさ、こう入ってなかったっけね。今回はあれだね、カメラをやっぱ前面に押し出してるから、いつもと向きが逆なんだ。今気づいたわ。こんな感じです。はいはい、じゃあ早速スペックとかご説明しようかな。こっちも欲しいからこっち向きにしようか。はい、色が今回はブラック、グリーン、イエロー、パープル、そしてこのプロダクトレッドとホワイトという計6色でございます。そして私はこれプロダクトレッドという赤のモデルを購入しております。容量については 64GB、128GB、256GB という3パターンで、一番安い 64GB が 74,800 円、税別からという構成になっています。サイズの方がですね、高さが150.9、 幅が 75.7mm、 厚さが 8.3mm、 そして重さが 194g という感じですね。で、ディスプレイの方が
こちら 6.1 インチのリキッドレティーナ HD ディスプレイという、これは有機 EL じゃありません、液晶ディスプレイですね、従来の、はい、液晶ディスプレイを搭載しております。そしてチップ、こちらは最新の A13 バイオニックを搭載しておりまして、これは iPhone 11 Pro 11 Pro Max と同じチップが乗っかっているので、まあ、かなり相当高速だと思います。今のスマートフォン、アップル曰くは今売っているスマートフォンの中では最強の CPU、GPU というふうに言っておりますので、後でねベンチマークの方をして、その数字の方をお見せしていければと思ってます。はい、そしてインカメラ、こちらが1200万画素で、以前よりもね広角に今回のモデルは撮れるようになっているということです。またフェイス ID、 顔認証の部分もより高速で広い範囲で認識するようになったというようなことが言っておりましたので、その辺も検証してみます。そしてインカメラも 4K がなんと撮れますので、ね、で手ブレ補正が効きますから、自撮りしたい人にはね楽しいんじゃないかなと思います。私もね結構自撮りで使ったりするんですけど。でいよいよ、まあ、メインになりますね、裏側になります。今回このスタンダードモデルは iPhone XR の正常進化版というような位置づけになるんですけども、これはですねカメラ、スタンダードモデルも2段になりました。今まで XR は1つのカメラだったんですけど、今回から2つになりました。で、色の問題もあると思うんだけど、結構プロダクトレッドめっちゃ目立つよ。カメラこんな感じです。ちょっとねここだけ素材が違う感じなんですけど、なんかプラスチックの素材だねここだけで、こんな感じで目玉ギョロッというのがやっぱりね本体が赤だからすごいよく見えちゃいますよね。もうすごいギョロッとした感じになってるなという印象あります。そして裏側はですね iPhone8 とか7のプロダクトレッドから一緒の赤いガラスのツルツルした生地ですね。これは XR と一緒かな。僕 XR 今持ってないんでちょっとどんな感じか忘れちゃったんですけど、はい、この仕上げ僕結構好きかも。こういう仕上げになってますね、はい、でスイッチ類とかは特に変更がないと思うので、ちょっと位置とか変わってるかもしれないですけどね、はい、こんな感じでございます。でこのカメラ2眼になったんですけど、超広角と広角という2つのカメラが搭載されております。カメラ用語になっちゃうんですけど、 35mm 換算で超広角の方がだいたい 13mm で、明るさが F2.4 と、そして広角側のカメラが 26mm で F 値が 1.8 という感じです。でこれ説明をねさっき読んでて聞いたんですけど、広角側のみ光学手ブレ補正がついているということなので、超広角の方は電子手ブレ補正ですね多分。なので、まあ、13mm よりも手ブレ補正かけるとちょっと画角が狭くなるんで、で画素数は1200万画素なんですけども、ナイトモードという待望の機能がつきました。今までは暗所撮影がねやっぱスマートフォンは苦手だったんですけども、このモードを使うことでかなり夜景とか暗い場所で綺麗に撮れるというようなあの宣伝をアップルがしておりますので、実際撮って試してみたいと思います。カメラについてはね別の動画の方でレビューをしていこうと思いますので、そちら見ていただければと思います。で昔のねポートレートモードとかっていうのを使えたりします。で動画は 4K の 60p でスローモーションがフル HD だったら 240p まで撮れると。カメラの比較の動画は後で出すんですけども、私こちらですね iPhone 11 Pro Max の方も買っておりますので、こちらとねカメラの比較とかそういったようなものもお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。でまあパッと見た感じ外見はまあまあ点があるとほとんど変わってないなという感じですね、はい、ただバッテリーが増えているのと新しいチップのおかげでですね稼働時間がだいぶ増えているというように Apple は言っております。まあ本当かどうかねちょっと使ってみてから、それは長期レビューの方でお届けできればと思います。じゃあ早速セットアップしていきましょう。電源オン、サクサクっと新しい iPhone として登録をしてベンチマークですねやってみます。ハロー来ました。ハロー、日本語。それではフェイス ID の方も登録していきます。はい、ということで設定完了いたしました。よいしょ。で画面をちょっと見てみますけど、 10S Max が今あるので 10S Max とちょっと比較してみようかと思いますが、よいしょ、やっぱちょっと発色は 10S Max とかの方がいい気はするね。まあまあだからってそんななんか劇的にこれ絵が悪いよとかそういう気は全然なくて、うん、若干発色とか解像感がやっぱ 10S Max とかのね有機 EL がいいなという感じはなんとなく今しましたね。はい、じゃあ早速ギークベンチの方を入れてみようと思います。はい、ということで今持ってきたこちらが iPhone XS Max になります。でこちらが iPhone 11ということで、モデルがですね、こっちは 12.1 と出ているな、はい、で iOS は 12.4 XS Max に対して13
ですね、 iOS で。プロセッサーがこっちは A12 バイオニックなんですが、こっちは表示されてないです。ただ、クロックスが 2.66GHz ということが書いてあって、メモリが、3.75GB ということなので、 iPhone11 もメモリは 4GB ということです。 11Pro Max 6GB 説あったんですけど、さっきやってみたら 11Pro Max も 4GB だったんで、11と 11Pro 全シリーズ 4GB という感じなのかな。じゃあ早速やってみましょう。ベンチマークですね。基本的には11 Pro と同じ値が出るはずなんですが、 10S とどれぐらい差があるのかやってみます。ランベンチマークポチ。 iPhone 11も11 Pro Max と同じ CPU なので、まあソックなんですけど、これは今売っている Android とかよりも速くて世界最速、まあスマートフォンでね、スマートフォンに搭載されている CPU、GPU としては、まあ、世界最速だって Apple は言っているので、ただメモリがね、ちょっと Android のスマホだと最近8ギガ、下手すと12ギガとか積んでるようなモデルもあったりする中、いまだに4ギガっていうのはね、まあ11はいいにしても、11 Pro とかはね、やっぱ6ギガとか8ギガぐらい積んでほしいなとか、個人的にはちょっと思いますけどね。iPhone 11がシングルコアが1305、マルチコアが3148という数字が出てまいりました。そして10S Max、こちらがシングルコアが1118、マルチコアが2771ということなので、計算をするとですね、それだいたいシングルコアで iPhone 11の方が 10S Max より 1.2 倍ぐらい早いですね。そうだ、マルチコアでも 1.2 倍ぐらい、だいたい iPhone 11の方が 10S Max よりも早いということが、このベンチマークの結果から分かりました。はい、それではですね、 iPhone 11のカメラの方で写真撮ってみようと思います。家の中でできることは限られているので、今日のところはちょっとこれでご勘弁いただきたい感じなんですが、まあ自撮りですね。標準のじゃなくて超広角にして自撮りで、いっぱいに伸ばして自撮りするぐらいしかちょっと今できないんで、どういうかな、はい、これぐらいですね。で、標準にすると、標準1倍 0.5 倍、標準だと腕いっぱいでこれぐらいですかね。これぐらいですね。で、ビデオの方が、アウトカメラだと 0.5 倍で撮れるんで、それもお見せしておきましょうか。はい、こんな感じで撮れます。撮れてますでしょうか。超広角でアウトカメラで今撮っておりますが、これぐらいの画角で撮れます。はい、これは多分自撮りで相当使えるんじゃないかなと思います。標準でも撮ってみましょうか。標準、はい、これは標準画角で今アウトカメラで撮っております。いかがでしょうか。これぐらい撮れます。マイクの方も iPhone の内蔵のマイクを使ってます。で、軽く使ってみた感じなんですけど、私ずっと 10S を使って、10S Max をずっと使っていたので、ちょっとこの、初めて iPhone 11、10R 持ってなかったのもあるんだけど、縁がね、ちょっと太いのが気になるなっていう、なんとなくの印象。これはもう僕は 10S Max をずっと使ってたからなんですけど。で、液晶は別に綺麗なので、何ら問題ないと思うんだけど、そこがちょっと気になったかなっていう感じはしましたね。それぐらい でやっぱりカラーはね、僕これが一番やっぱ好きだな。かっこいいよねこれ。でカラフルでね、6色ありますんで、いろんな色選べるというのは一ついいところかなと思います。あとフェイス ID 気になっている人もいるのかもしれないので、やっときますと、正面はまあ当たり前ですが解除できますよと。で、どの辺までいけるかっていうのをやっとかないとダメだよね。この辺までもっといけるな。僕の正面ここね、みんなカメラちょっと今ずれてるからだけど、正面ここです。ここで解除できるんですけど、これがじゃあこの辺まで行くとどうなんだっていうと、ここも大丈夫だね。あ、ここはダメだな、この辺だな。だから自分の体がここだとすると、そうね、30センチじゃないか、25センチぐらいは自分の顔から離れてるところでも認証できるという感じです。ただiPad の Pro みたいに横のね、認証はできないんですよ、相変わらず。これ斜めね、45度ぐらいまで平気、50度、45だな、
45度ぐらい、斜め45度ぐらい、これぐらいですね。これぐらいの範囲のであれば斜めでも認証はしますけど、90度はダメですね。45度以上いっちゃうともうダメ、認証しない感じかな。なのでアップルが大々的に言ってる通り、過去のもの 10S とか10よりも Face ID が速くなったよとか範囲が広がったよっていうのは、どうも僕が 10S Max をずっと使っていた僕が今見てみる、使ってみる感じだと、それは間違ってないなという感じ。ただ体感的にものすごい、あ、すげえ良くなったかっていうほど変わっているわけじゃないかなという感じですね。こうちゃんと試してみたら、あ、確かにそうだねっていう感じなので、日常的に使っている中でそこまであの効果がわかるかと言われるとどうかなという気はちょっとしております。はい、ということで今日はですね、 iPhone11 プロダクトレッドのレビューをお届けさせていただきました。ざっくりスペックと、それからカメラとね、 Face ID とかそういうところがちょっと良くなったよっていうところ、ベンチマークも交えてお届けさせていただきました。皆さんはいかがでしょうか。この iPhone11、 私ですね、実際こっちのモデルの方がやっぱ売れると思ってですね、値段も iPhone11 Pro、 11 Pro Max よりもこちらの iPhone11 の方が安いですし、カメラも2眼で超広角と広角という2つのカメラが搭載されていて、まあ、使う上では、普通の人はね、こっちもやっぱ僕はおすすめかなと思います。まあ、こっちにあの11 Pro Max がありますけれども、望遠をそんなに僕使わないんで、正直言うと。なのでこっちを僕は一押しにしたいなと思います。皆さんね、これだと8万円ぐらいでしょ。まあ十分高いですけど、8万円も今までのやつと比べればね、すごく安くて性能もいいと思うので、で来年は iPhone 結構大きく変わるというような噂とかを聞いているので、そういう意味で言うと、現在のね、この10から始まった流れの中でも完成形と、今回ので契約が切れちゃったりとか機種変しようと思っている方は、ぜひともこちら iPhone11 の方も視野に入れて考えてみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。今日の動画良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんは iPhone11 買うなら何色を買いますか。僕は赤買ったんですけどね。ぜひとも皆さん好きな色書いてみてください。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。